ここは昔あの大阪証券取引所っていう名前だったのが今大阪取引所になっちゃったんですよね。で200円割れの水準まで叩き落とされて、そこからさらにあの切り返してくるっていうのは個人投資家の買いじゃないですよね。これ多分ファンド系が買ってるんだろうなっていうのは想定ができるんですけども、あの一つ注目されるのはここの会社卸売業なんですけども、必ず食べるものなので ある一定の利益を稼げるから底堅いっていう、株価っていうのは次のステップに何かがなかったら上がっていかないんですけども、その主力部門がしっかり伸びてきているのか、それともあの一時的なですね、あの何か受注があった特需があったのかっていうところあたりがあの非常に判断材料になっています。意外とですね、やっぱり今回負けてへんって言われてもらったら嬉しかったですね。次回あのまた来てもらえるやなと思って、もう下がってもう来ないよっていう人が出たらもうどうしようかなというか、明日のレースだったんで、ちょっと今日も朝から泳いできたから、まあ、明日も頑張ろうかなと思って。どんだけ練習するねみたいな。なんでよく持てるんですかって、ここに水着いっぱい入ってるんですよ。もうトレーニングウェアも入ってるしとか、まあ、資金も入ってるんですけど。